基本見えちゃーん。阪神4班ミエセス外野手28ガニ軍降格となったことが24日、分かった。ミエセスは春季キャンプから1軍で過ごしてきたが、オープン戦の成績は15試合出場で27打数5安打4打点、打率1割8分5厘にとどまっていた。最終戦となった24日オリックス戦、京セラドーム大阪では9回に西1、2塁から代打出場で死球。今後は2軍戦でアピールし、再び昇格を目指す。ミエセスより結果が悪いノイジーも当然これから2軍降格するんだよな。ミエセス2軍はしゃあなし。外国人野手は難しいよな。去年から今年の2月まではもう少しできるだろうと思ってたけど、こんなもんなのかねと思い始めた。妥当だろうな。優勝したからって補強しなかったから悪い。いけそうな雰囲気あったんやけどな。成績に見合った2軍降格、外野手チャンスやのに2軍ってことは厳しいんだろうな。みえちゃんホームラン見なしてくれや。もうキャラクターでベンチに入れる余裕はないんやろうな。誰が上がってくるんやろ。野口、井上あたりかな。開幕1軍は厳しそうだな。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。